鈴木 R 型エンジンは、鈴木によって製造される、排気量0.66リットルのガソリンエンジン。同社の軽型エンジンの0.66リットルモデルの後継にあたる。16年ぶりに新規開発された R 型は、軽型以上に燃費と耐久性を向上させると、同時に軽量化と小型化を重視した設計としたため、ピストンを1個あたり9 6ム コネクティングロッドは 336g へと軽量化された。同時にクランクシャフトを細軸化し、バルブシステムの構造やレイアウトの見直しなども行われた結果、乾燥重量は自然吸気で 51.9kg、高効率ターボチャージャーで 55.7kg とクラストップレベルの軽さを誇る。軽型エンジンに比べてロングストロークとしたか、 流れを強める吸気ポート形状、燃料と空気の混合を促進する燃焼室形状によって燃焼速度と燃焼タイミングを最適化。同時に、最軽ロングリーチ点化プラグの採用で、シリンダーヘッドに最適な冷却経路を確保したことなどで、圧縮比を自然吸気で10.5から11.0、ターボ付きで8.9から9.1へと高め、燃焼効率を改善した。 シリンダーブロック周辺の合成を高めるとともに CVT や沖縄機類との取り付け合成を上げたことで取り付け部のねじれから発生する騒音を大幅に低減したほか全回転域でエンジン音を2から 4dB 低減クランクシャフトのベアリングキャップは一般的な個別タイプで K 型で見られたすべて一体のラダービームタイプではないバルブ駆動方式は DOHC を採用し バルブ数は、9気に排気2の気筒あたり4バルブを採用する。カム駆動は、直出式と計 6A と変わらないが、バルブスプリング形状を、上端の小道が下場よりも小さいビーハイブ型として、バルブスプリングリテーナーを小型化、さらに、バルブステムの細軸化、シムレストすることで、完成質量を約30%削減。これにより、スプリングレートも、 約24%低減することができ、同弁系のフリクションを約20%低減させている。自然吸気仕様は、軽自動車発の吸排気、VVT、高効率ターボエンジンには吸気にのみ、VVT が付き、低燃費、低回転域のトルク向上、静粛性、軽量化に貢献。アイドリングストップシステムとのマッチングも想定したものとしている。 R 型は、K 型同様、すべてアルミニウム合金ダイカストを採用した設計となっており、カムシャフト駆同様として、タイミングチェーンが用いられる点も同様であるが、チェーンは、ローラーチェーンから、サイレントチェーンに変更されている。2011年1月登場の3代目、MR ワゴンに初搭載され、以降、他車種にも順次搭載されている。軽乗用車で、 R 型エンジンを搭載した車種は、車両形式のアルファベット2文字に続く2桁の数字の10の位が3となる。初搭載後も改良が加えられており、2012年9月に5代目ワゴン R からは、さらなるフリクション低減のための改良が加えられ、燃費性能を向上させている。主な変更点としては、クランクジャーナル幅を10%縮小。 ピストンスカートのコーティングのパターン変更、ピストンリングの表面処理の変更などがある。また最高回転数を下げたことで、バルブスプリングレートを約25%下げられ、スプリング荷重が減ったことから、タイミングチェーンのアジャスター荷重も約30%低減させるなど、駆動トルクの低減なども行われている。2013年8月には11代目キャリーに、 搭載されたことで、軽商用車にも採用されるようになった。軽商用車用の R06A は、軽乗用車用と異なり縦置き型で、VVT は、吸気側のみとなっており、当初は、内エンジン仕様のみであった。シリンダーヘッドカバーも乗用車用の合成樹脂製とは、異なり、従来のアルミ製となっており、そのため外見だけでは、縦置き用、K6A と告示している。 2013年11月には、アルトエコ用の R06A で改良が施され、ピストン長面を滑らかにしつつ、なだらかな凹面の形状とすることで、燃焼効率を改善するとともに、圧縮比向上に伴うノッキングを抑制。同時に、内部部品の変更により、油圧特性が見直され、VVT の作動領域を拡大したことで燃費を向上した。 2014年8月には、ワゴン R を呼び、マツダフレアに新たに採用された s n チャー g 用に R06A を改良し、圧縮比の向上や燃焼改善、摩擦低減、パワートレインの制御最適化が行われたほか、イスグの搭載に合わせて、補機ベルトシステムなどの変更もいった。なお、軽乗用車において、R 型エンジンと SNHRG を搭載した車種は、 車両形式のアルファベット2文字に続く2桁の数字の10の位が4となる。同年12月には8代目アルト用に大幅な改良を施し、圧縮比の向上や吸気ポートピストントップ形状の変更が行われたほか、シリンダーヘッドをエキゾーストマニホールドとの一体型に変更し、触媒ケースの簡素化などで軽量、コンパクト化を実現した。 なお、5MT 車及びバンに搭載される R06A は仕様が異なり、吸機と排気の両方が VVT レス仕様となっており、そのため最高出力、最大トルクともに低くなっている。2015年2月に6代目エブリー、3代目エブリーワゴンにも搭載された際、縦置き R06A では初となるターボ仕様が新たに設定された。同年3月には、あると、 ターボ RS 用にターボ仕様の R06A では初の改良系を採用。最高出力は同じだが高タンブル吸気ポートを採用しターボチャージャーの高効率化により最大トルクが向上されたほかターボラグを約20%抑えたことでターボ下級レスポンスも向上した。同年12月にはあるとワークス用に最大トルクがさらに向上され、 100Nm の高トルク仕様となった。2017年2月登場の6代目ワゴン R では、エンジンの冷却性能を高め、マイルドハイブリッドシステムの搭載による、高出力化に対応させるため、補給ベルトの張力を低減する改良を行ったが、最大トルクは5代目よりも低くなっている。また、ターボエンジンは、あるとターボ RS と同じ仕様に変更となった。なお、 h 乗用車において、R 型エンジンとマイルドハイブリッドシステムを搭載した車種は、車両形式のアルファベット2文字に続く2桁の数字の10の位が異なる。2020年1月登場の2代目ハスラーでは、那社のエンジン形式を R06D とした。具体的には、圧縮比を12.02とめ、1気筒あたり2つのインジェクターで燃料を微粒子化させる。 デュアルインジェクションシステムと燃焼温度を抑制することで、ノッキングの発生を抑えるクールド EGR を、鈴木の軽自動車で、初採用している。圧縮比が高まった一方、最高出力や最大トルクは低くなっているが、乗用域の性能を重視した上で、燃費性能を改善している。なお、軽乗用車において、 R06D とマイルドハイブリッドシステムを搭載した車種は車両形式のアルファベット2文字に続く2桁の数字の10の位が9となる。また、同時期に2型へ改良された6代目ワゴン R ではマイルドハイブリッドシステムを搭載しない FA も R06D となり、この場合の車両形式のアルファベット2文字に続く2桁の数字の10の位は8となる。生産期間。 2020年1月、ありがとうございます。